阪、大阪中心に活動をさせていただいております。この前の衆議院選挙も出ました。衆議院選挙は比例単独という形で、近畿地方全部回って、比例は令和って書いてくださいねという活動をしました。で、残念ながら国会に行くことはできなかったんですが、私たちの仲間ですね、大石あき子という議員を生み出すことができました。そんな令和新選組、ようやく最近 NHK の討論番組にも出るようになりまして、少しずつ認知が広がっていってると思います。で、私たちね、テレビにとはいえなかなか民放とかには出れないの で、そしてこの大阪ではね、維新さんがね、大活躍されているので、なかなかちょっと令和とは相性が悪いのか、番組に出ることができない。だからこうやって街に出て皆さんと直接お話をする、皆さんに政策のお話を聞いていただくということをやっております。令和新選組、八幡愛です。で、いつもはですね、私たち積極財政を訴えてるんですね。積極財政って何か、とにかく国はお金作る力あるんだから、それを今使って一人一人にお金を回していこうぜっていう積極財政。とにかく今日本は25年間デフレが続いている。とにかくこの経済上向かさなあかん、そのためにはみんなにお金配ってくれよって話をしています。こういうことを言うと、令和新選組、弱者助けるため の政党なんやろとか、共産党と何が違うんやとかよく言われるんですけど、私たちそのもちろんね、経済的にしんどい人たち救い上げるのもそう、でもね、みんなで一緒に上がっていこうよって言います。みんなで一緒に上がっていかないとこの国良くならないです。で、今日私、消費税とか、あとインボイスね、インボイス制度の話もしようと思ってます。で、その前にちょっと私がニュース今日見て、一つ皆さんと一緒に共有したいなと思った。で、ちょっとそのね、画面を出したかったんですけど、出し方がわからなくて、これ HDMI でつながってるんですけど、出し方がわからない。なんかコントロールの F の7とか押せばいいらしいんですけど、動かないので、ちょっとこの画面のままいきますね。生乳、牛乳ですね、牛乳が年末にかけて廃棄されるでっていうニュースご覧になった方いらっしゃいます？あります、ありがとうございます。そうそう、で、なんか誰やったっけ、金子さん、金子農林水産省ですね、はい、金子さんっていう人がみんなで牛乳飲もうぜみたいなことをキャンペーンみたいな感じでやってるんですけど、まずそれに物申したいんですよ。で、要はコロナで、需要がなくなった、普通の牛乳の飲む人が少なくなった、それには給食がなくなったというところも一つありますよね。で、なぜ牛乳が余ります、このままやったら5000トン廃棄されます、もったいない、だからみんな頑張って牛乳飲もうぜって国がやってる、まずおかしいんですよ。余ったんだったらそれ私たちにお願いします、買ってくださいじゃなくて、国が積極財政を持って買い上げていく、これしかやっぱり方法ないんですね。で、この牛乳が余りますっていうニュースが出たときに皆さん思ったと思います。いやいや、チーズとか、バターとかにしてよ、バターって高いやん、それ安くしてくれたら私ら買うのにって思ったでしょ。私も思った。じゃあなんでそれができないのか、果物で考えてください。果物ってやっぱりもぎたて取れたてって美味しいですよね。その分価値が高い。じゃあそれをジュースにします、ジャムにしますってなったとき、加工品になりますね。そしたらそれって結局そういうフレッシュなものを回さないですよね。例えば形が悪くなったりとか、市場で売れないようなものをそういう加工品用に回すということは、取れたての牛のお乳、これを牛乳を加工品にそのまま回すっていう時点で、酪農家さんたちは売り上げ低くなっちゃうんですよ。だから収入が減る。結局牛乳は牛乳でそのまま飲むように出荷するのが一番いいわけです。だから余っちゃう。で、余りすぎてるので工場も満タンになってできない。でもこの国どうですか、マーガリンとかも使ってますよね。で、外からチーズも輸入してきたりとか、自分たちでそんだけ、その要は牛もいて、そして牛乳もあるのに、加工品ってなると値段が下がっちゃうから、そこには手出しせず海外にばっかりお金回そうとしていてる。やっぱこれおかしいんですよ。余ったんやったら買い上げる。野菜もそうです。その時の季節によって出来がいいもの悪いものって言って、価格のその市場で値段決まっていきますよね。でもやっぱり農家さんとかのことを思うと、作りすぎて余ったもの、それは国が買い上げて、今年末ですよ、やっぱご飯食べれなくて、この寒い中ですよ、この寒空の下、家もなくて食べるものもないっていう人、残念ながらいらっしゃいますよね。そういった人たち、民間の中ではそういった人たちに向けて炊き
炊き出しとか、そういうことやってるんですけど、国レベルでやればいい話ですよね。牛乳余ってるんだったら、その牛乳を飲みたくても飲めない人たちに渡せばいいし、配ればいいし、でそんなんできるわけないやんって思うかもしれないけど、この国は積極財政でそれすらもやろうと思ったらできる。積極財政もっともっと使っていって、第一次産業と言われる私たちの食べるもの、生活に絶対必要ですよね。でその第一次産業を今こそ支えていかないといけない。だから私今日の今朝もニュースバンバンやってましたけども、牛乳飲んでなんかみんなで痛み分けしようぜみたいなの本当間違ってると思います。国が買い上げればいいし、保証もしっかりしていかないといけない。でね、私少し調べたんです。じゃあなんでそんな牛乳余らしてんのって。でもね、その牛乳を出す用の牛さんってやっぱ搾乳していかないと病気になっちゃうんですよ。でその搾乳したものをそのまま泣く泣く捨ててるっていうのが今の現状です。せっかく生み出して、でしかも2018年から行くと結構その搾乳の量って日本の中で結構足りてないって言われてたんです。それがまあコロナとかもあって、コロナがたまたま来て今こんな状態になって余っちゃってるんですけど、酪農家さんたちすごい努力したんですよ。増やさなあかん、だからすごいこう丁寧に育てたりとか、牛さんがいっぱい牛乳出せるように、でそれ3年がかりでやるんですよ。3年がかりかけてやらないと牛乳の量って調整できない。でも私たちコロナ来ました、牛乳いりません、給食もなくなったしって、やっぱりその3年間かけて育て上げたものをこっちの都合、人間の都合でなんかその例えば牛乳捨ててしまうとか、じゃあその搾乳の数を減らすためにもう牛ちょっと廃棄しようかとか、なんかそういう思考ってやっぱおかしいと思うんですよね。で今ある資源、この日本の中にはすごいたくさんの資源があります。お米だってそう、野菜だってそう、それを存分に生かして、でしっかりとその第一次産業を積極財政で支えていく。それで私たちの食の安全も守られるわけですよ。海外にばっかり頼りすぎですね。何かあった時に輸入止められたら私たち終わっちゃいます。ですので令和新選組、この国内の自給率っていうものもどんどん上げていこうぜっていう政策も打ち出しております。ぜひそれも知っていただきたいです。令和新選組のホームページ、政策ですね、農業政策とかそのページ行っていただいたら、私たちがやりたいこと、やろうとしていることを見ていただけますので、ぜひチェックしてください。ね、せっかくね、手間暇かけて育てた動物とか、手間暇かけて育てた野菜とかあるのに、なんかもう需要ないからって捨てられてしまうって、本当にもったいないことやってるんですよ。ないとこにやっぱり配っていかなあかんっていうのは、食べ物だってそうです。お金ももちろんそうだけども、ね、本当にだからそういう本当に必要なことっていうのを政治の力で私たちはやっていきたいと訴えております。令和新選組の八幡でございます。はい、ちょっと早口でね、早口どないかならへんのかっていうよく言われるんですけど、はい、あとインボイスの話もしたんですが、ちょっとごめんなさいね、パソコンが固まっておりますので、ここでうちの母親に登場していただきましょう。機材が調子悪なったら出てくる私を産んだ人です。はい、八幡おかんでございます。よろしくお願いします。私たち令和新選組は、令和ニューディール政策というのを皆さんに多く知っていただくために、このモニターを使ってご説明させていただいております。でも今日はね、モニターの調子が悪くて早くも私の出番となりました。私はね、テレビ見てました。そしたら、子育て支援特別給付金10万円ね、18歳以下の子どもさんに、10万円配るという、そういう話題が出てました。それを見ていたら、その番組のコメンテーターの人がこんなことを言うてました。年収960万円以上のご家庭のお子さんには配られない。でもお父様が900万、お母様が900万、年収1800万のご家庭のお子様には配られる。こんな不平等なことないでしょうってすごく怒っておられました。ちょっと待って、私思いました。不平等の位置が高すぎるやん。それを言うなら19歳、20歳の20歳の苦学生、20代、30代のアルバイト、
非正規で働いている若者、40代50代の、ローンを払えなくなって、給料が安くなってしまったためにローンを払えなくなって家を手放さなければいけなくなった人、失業者の人、50代60代年金少ない年金で細々と暮らしていらっしゃる老人、それから生まれながらに障害を持って生まれてきた方、事故や病気などで障害を持ってしまった人、なぜ助けない、なぜ配らない、そこまで言ってほしかった。でも消費税はどうでしょう。消費税廃止を訴えております。消費税廃止はみんなに、消費税廃止はみんなに平等だと思います。そう思いませんか。お金持ちだって貧乏の人だって消費税廃止になると嬉しいでしょ。みんなに平等やないですか。だからこの令和新選組は消費税廃止を、まず消費税はいらない、まず消費税廃止を訴えております。私はそこのブースで消費税廃止のご署名を、賜っております。どうか賛同される方は消費税廃止ご署名お願いいたします。寒い中聞いていただいている皆さん、ありがとうございます。そして YouTube をご覧の皆さん、いつもありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。それでは長くなりましたが失礼いたします。ありがとうございました。はい、すいません、おかんでした。おかんのおかん、毎回ねちょっとアップデートしてくるところがね、なかなかね、私も勉強になりますが、ちょうどうちの母親がですね、消費税の話をしてくれました。もうとにかくいろんな政策あるけども、まずは消費税廃止したらええんちゃうのって、当然です、言ってること正しい。消費税廃止、これがもう一律にバッとみんなの生活を楽にする。でこの消費税に絡めてちょっと、インボイス制度について解説というかお話をさせてください。まずこれ大前提、消費税とは不公平な税制である。消費税のルールですね、消費税のルール、まずないとこから取ったらあかんっていう話です。でなんで不公平なん、消費税収のうち社会保障に使われているのはほんの一部ですよっていう話、これ結構タブーなんですよ。なんでか、うち衆議院選挙出ましたよね。で党首討論ってあった、党首討論でいろんなメディア出て、うちの代表もこの話をした。そしたらみんな会場シーンってなるんですよ。与党も野党もシーン、言いたくない、消費税収のうち社会保障に使われているのはほんの一部やでっていう話。私たち令和新選組は何の後ろ盾もないからほんまのこと言うていきます。じゃあ後ろ盾、じゃない、裏付け何か、これ1989年からの消費税収と法人税収並べてみました。真ん中ゼロです。上に行けばプラス、下に行けばマイナス。当然消費税上げます。そしたら税収上がりますよね。上がってるのと連動して下がってるものがある、これが法人税なんです。赤と青のグラフです。大企業の減税の穴埋めに使われているのが消費税、約 73% がこの穴埋めに使われていたという計算になります。だから社会保障に使われてんねやろ。私たち 5% から 8%、 8% から 10% 上がった時に言われた、社会保障ちゃんとしていかなあかんからなっていう話もあったけども、結局大企業のためやんっていう話ですね。でさらにここからです。解約が進むインボイス、インボイスって言われて私もカタカナ嫌いなんですよ。なんのこっちゃ。インボイスっていうのは適格請求書、インボイスっていうのは適格請求書、要は何かをしたときに請求するとかしないとか、請求する側される側の間の話で、これはお商売されている方とかフリーランスとか一人で、切り盛りされている方にとっては大事なことです。じゃあインボイス導入でどうなるんですか。年間の売上1000万円以下の消費税免税の事業者からも消費税を絞り取る方向にあります。私たち言いましたよね、消費税廃止です、こんな間違った税の取り方やめないといけないと言った。大企業の穴埋め、大企業の法人税の穴埋めのための制度やめないかんって言いました。当然このインボイス消費税ありきの制度です。インボイスにも反対していきます。なんとか食い止めないといけない。2023年10月からインボイス始まります。はい、
で、これ知らない方もいると思うんですけど、現在ね、売上1000万円以下の人って消費税免税をされている。この免税店制度っていうのがこの日本では適用されています。で、これはずるいと思うかもしれないけども、この1000万円以下の人たちっていうのはしんどいんやで、消費税って払わんでもええでっていう、ことになってるんですね。例えばじゃあ職種で言うと、まあ、もちろんフリーランス、個人タクシーとか、まあ、演劇関係者とか、まあ建築の一人親方さんとか農家もそうですよね、まあ、いろんな人がここに入っていきます。1000万円以下、売上1000万円以下の免税事業者のままでいるか課税事業者になるかが選択できるっていう制度がインボイス制度なんですけども、まあ、実質は免税制度の廃止を狙っています。話戻しますね。じゃあなんで売上1000万円以下の人は消費税免税されてるんですか。なんかずるくないって思われると思うんですけど、よう考えてみてください。昭和63年国会でも決まったんですよ。中小零細企業の配慮、まあ、1000万円以下で生きていく、一人で商売していくってしんどいやんっていう話。これは財務省のサイトでも今事業者免税店制度っていうのの概要が書かれているので、気になる方はチェックしてください。何がしんどいのっていうと、小規模事業者とサラリーマンを比べてみると一目瞭然です。比べなくてもいいかも、分かるかもしれないけど、例えば平均所得一緒です。425万円、だいたい一緒ですよね。事業者所得平均425万円に対して、まあ、いわゆるサラリーマンと言われる方436万円、ちょっと多いかなぐらいですね、平均で見ると。 でもやっぱり社会保険制度って、社会保障の制度って大事じゃないですか。それでいくとサラリーマンさんっていうのはいろんなこと保障されてるの、これ当然ですよね、まあ、もちろんあれですよ、正社員の方ですよ、まあ、今非正規雇用の問題とかあるからそれは一旦横に置いときますけども、まあ、正社員のサラリーマンさんで比べます。それと個人事業主さん比べてみると、やっぱり個人事業主さんっていうのは全ての責任が自分にかかってくる。同じような収入400万円台、425万円、436万円やっても負担が大きいでしょって、ここに対して消費税さらに求めるのはちょっと酷やんっていうことで、資料戻しますと、この昭和63年国会会議録にも残っております。中小零細事業者への配慮ということで、この免税店制度というのが認められております。まあ簡単な話、もうそういう配慮やめようぜっていう、それがインボイス制度です。そこからもう税金取っていこうよ。で、この事業者免税店制度というのは体力の弱い中小零細企業にとってもセーフニティネットである。不合理でも不当でもない。だからずるいって、これは益税って言うんですけど、ずるいってよく言われるんですけど、そうじゃない。それぐらいしんどい思いをして個人でやっていってるから配慮していきましょう。で、私このインボイス制度をね、説明するにあたって、インボイスを進めている人たちなんて言ってるのかなと思って、いろんな動画とか見たんですよ。売上1000万円も上げられへんようなフリーランスはやめてしまえみたいなことを言ってました。やっぱりそれでフリーランス名乗ってるのはおかしいみたいなことをやっぱ平気で言ってたので、どんどんこう力のあるものが買っていく、税金を納めることがなんかこうかっこいいというか、そっちの方に論調がいっちゃってて、で小さい仕事とか、このその人にしかできない仕事を守っていくっていう論点からはもうずれて、力のないものはもうみんな潰れてしまえっていうような論調がやっぱちょっと一部では流行ってましたね。まあ新自由主義というかね、なんか私は弱肉強食っていう言葉が大嫌いなんですけど、もう本当にまさにこのインボイス制度に照らし合わせてみると、まあ、こういう世の中になっていくんだろうなって思っています。でもね、ここで思うと思うんですよ。預かった税金支払わないのは猫ババじゃないの。例えばお店をやっていて、100円のものを売りました、110円もらいました、その10円そのまま売り上げが1000万円いかへんかったからって納めんでいいの、私の税金あなた預かりましたよねみたいな感じでよく言われるんですけど、そうじゃないです。猫ババではございません。裁判の判決でもはっきりしてます。東京地裁平成2年の判決でございます。赤字のとこ重要です。消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部です。事業者が当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではないという判決が出ています。まあ、これは合法的に認められているということが言いたいんです。要はその100
110円で売ったその110円の10円も対価の一部ですよ。私と買いに来たお客さんとの間の2人の中での、税金のやり取りは発生しませんよっていうことが、決定されております。なのでおさらいです。消費税というものは対価の一部であり預かり金ではございません。過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない。はい、もう一回話を戻しますと、インボイスっていうのは何？結果的に売上1000万円以下の免税事業者からも消費税を絞るための政策です。でもね、これね、選べるんですよ。今のまま免税事業者で俺は行く、私は行く、選んでもいい。いやでもやっぱりみんなの目が怖いから、なんかあいつ1000万円行ってないから税金納めてないらしいでって言われるの嫌やから納めますみたいな人選ぶことができるんですけど、結局これですね、そう、選ぶことができるんですが、やっぱりこう空気的に課税事業者にならざるを得なくなるんですよ。これはもう普通に考えて、税金納めてる人と納めてない人とどっちと仕事しますかって選ばされるんですね、その業者を選ぶ側としては。そうしたらやっぱり納めてる人と選んだ方がええやんっていう、はい、免税事業者か課税事業者か。で、なんでかというと、免税事業者と取引した場合、仕入れ税額控除ができません。以前より多くの消費税を納めることになる。免税事業者との取引を減塩する。免税事業者と取引をしたら、その人が 払うべきであった税金を自分が 10% 丸々国に納めないといけない、まあ、要は損するんですよ。損する。よっぽどのなんか、例えば親族とか友達とかじゃないと、なんか損したくないじゃないですか。そうしたらやっぱり、例えば 60% 払って 40% 払ってもらって、10% 納めるっていうか、まあ、なんせ免税してない、ちゃんと課税してる業者と手を組んでやっていく方が自分も楽になるよっていう、ちょっと私の説明ではね、なかなか伝わりにくいと思うんですけど、お買い物した時に、私がこの高島屋さんで1000円のものを買う、で1100円払う、でも1100円払うんですけど、ここの高島屋さんはその1000円のものをまた違う業者を通して仕入れをしてますよね。その時に仕入れした分でもう先に税金払ってるんですよ。 でそれを、そうありがとうございます。それを言わなあかんね。そう高島屋さんが先に仕入れ先に税金払ってるから、それをまあ折半して国に戻すっていう。だから私がそれが 60% やったら、赤パーセントにしたが、まあ、なんせ高島屋と私、八幡商店と高島屋で2人で1つの商品の税金を国に納めることができるんだけど、免税事業者、私が免税事業者、高島屋さんが免税事業者やったら、私は、100%、払わないといけない、まあ、なんせ損するっていう、ちょっともうちょっとブラッシュアップしていきますね、ここの説明の仕方を。まあ、なんせ、選べるとはいえ、税金払わないと仕事が成り立たへんでっていうのがインボイス制度です。免税事業者から課税事業者にならなければ、自分の取引先が税控除を受けられず、税を多く納めなければならない。その結果、取引を続けることが難しくなる可能性がありますよって。で、これを説明してるとすごく悔しくなるんですけど、さっきも自分で何を言ってるかわけわからなくなったんですけど、とにかく私たち消費税やめたいんですよ。消費税やめたいっていう観点からすると、もうこのインボイスのなんかもうこの説明するのも嫌なぐらい、もうこういう間違った取り方やめようよっていう話に戻ってしまうんですが、でも進んでいることに対して、反対をしていかないといけない、とにかく今まで払わんでよかったような人たちにも払わそうとしていている。年間500万円ぐらいの規模で商売されている方に税金求め出すと、今500、例えば年収500万でうまいことやりくるお店とかやってる方、10% お金持っていかれるってことですからね。かなりしんどい。で、お店畳むしかないんですよ。私もそういう相談を結構されております。小さい小規模の商店の方が多いです。じゃあ課税事業者になればええんかって言ったら、事務作業が増えるんですね。で、やっぱり税理士さんとか会計士さん入れなあかんし、で、小規模事業者はそれに耐えられますかっていう。はい。課税事業者になるか、事業を縮小するか、廃業するか、を選ばされるような制度がインボイス制度でございます。
はい、分かりにくかったと思うんですが、よかったらインボイス、ちょっとね、あの消費税関係の話なんやで、消費税よりもさらに、悪くお金を取ろうとしているんやでっていうことをあのご認識いただいて、私の説明だけでは足りないので、ぜひ皆さん興味を持って、検索をしてみてください。はい、令和新選組の八幡愛と申します。はい、そんな感じで、積極財政をね訴えているんですよ。で、さっきから令和新選組消費税廃止とか言ったりとか、あと農作物とか、そのさっきのね生乳とか、あの牛乳ね、牛乳を国が買い取れとか言ってるけども、財源どうするねんっていう話で、この財源の話もさせてください。はい、財源どうするの。令和新選組は政府の通貨発行権、国債発行でやっていきます。通貨発行権って言ってもね、何のことかわからない。日本円っていうのは日本銀行から出されていますよね。皆さんのお札に日本銀行って書いてます。日本銀行がお金を吸って皆さんに回しているということです。で、この新規国債発行、まあ、要は新しくお金を作る、この国債っていうものを、まあ、要は借金だと私たちは捉えさせられてるんですが、まあ、その赤字国債ですね、いわゆる政府の通貨発行権でやっていきます。そんなこと可能なのか。可能です。ここですね、国債増やしたら国が破綻する、政府の借金は将来世代の借金だって認識が違うんですよ。ここでね、まずね、もうつまずいてなかなか先に進まなくなっちゃうんですね。で、まあ、令和新選組の仲間もテレビに出てこういうことを言ったら、いろんな人からそう突っ込みされるわけですよ。いや、そんなんしたらいつかはでも返さないといけないんだろうとか、ね、今コロナでしんどいかもしれないけど、新規国債発行で赤字増やしてそれどうすんねん、将来のツケになるやんっていう話をする。でもね、もうそれ思い込みなんですね。認識が違う。まず大前提として、政府の借金は私たちの借金じゃないんですよ。政府の借金って言われるものは私たちが考える借金とはまた別です。私がお買い物するときに、あ、お金ちょっと現金ないからクレジットで払おうかなって、まあ、これも一種の借金ですよね。あとはなんかこう家買うからローン組もうかなって、それも借金ですよね。それとはまた別ですよ。だって家計と国の公会計一緒に考えたらあかんやんって。で、某池上彰さんとかテレビで、じゃあこの国のお金のシステム、このお金の仕組みを皆さんの家計に例えるとみたいな話するんですけど、もうそれ刷り込みですから。国の公会計、国の会計と私たちの家の会計、一緒に考えちゃダメなんです。なぜなら皆さんの家でお金は刷れますか。刷れないですよね。これ刷ってたらね、犯罪になりますからダメですよ、ね、コピーしただけでもちょっと怒られますからね、ダメですよ。はい、国家というものはお金が作れるんです。で、日本は独自通貨持ってます。日本円持ってる。別にドルに入ってるわけでもないし、ユーロに入ってるわけでもない。これってすごいことなんですよ。で、これ私が言ってるだけじゃない。皆さんご存知、元財務大臣の麻生太郎さんですね。日本は自国通貨で国債を発行している。吸って返せばいい、簡単だろうって言ってます。だから自分たちのお金で借金してますって言って、でそれまたお金作ることができるんやから、マイナスな分プラスにしてゼロにしたらええやんっていうようなことをおっしゃっています。これ麻生さんも言っている。でも麻生さんもね、麻生節って言われるぐらいから信用ならへん。世界で見てみます。元 FRB 議長アラン・グリーンスパンさんも言っています。アメリカもね、いつでもお金を印刷できる、負債を支払うことができるんだよ。だからデフォルト、支払い不可能っていうのの確率はゼロである。これ麻生さんと同じことを言っています。そして皆さん大好き、みんな大好き、安倍前首相です ね。本当私はね、あんま好きじゃないんですけどね、なんでこんな人に長期政権任したんやろって、もう首かしげません。8年近くですよ。その安倍さん言いました。やめてから言うんですよ、思い切った経済対策をってね。まあ一応見てみましょう、一緒に。政府と日銀が連合軍で200兆円という対策費を打ったこのコロナに対して、子どもたちの世代にツケを回すなっていう批判あるけども、その批判って正しくないですよ。私と全く同じこと言ってるんです。私、そして令和新選組と全く同じこと言ってる。安倍さん、やめてからね。政府が発行する国債は日銀がほぼ全部買い取ってくれてます。はい、国債の流れ簡単にいきますね。政府、国債発行する民間の金融機関にお金借りるんですね。でも民間の金融機関の
銀行の銀行ですよ。銀行の銀行、日銀です。最終的に日銀が国債を買い取るということになっております。これ買いオペと言います。買いオペレーション、もっと詳しく知りたい方はググってください。買いオペで、とにかくお金借りる、貸す、利子一応払います。でも最終的に国庫納付金として、日銀がお金を政府に戻してるんですね。要はお金借りるとか貸すとか言ってるけども、多少の利子を日銀には払うんだけど、ぐる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 お金を回していますっていう話、文章でいきます。日銀が国債を買い取るということは、事実上国の借金を日銀が払っていることになります。日銀が国債を買い取る部分は借金であっても財政への負担がないということですね。はい。で、安倍さんも言ってます。日銀と政府っていうのは言ってみれば子会社の関係にあります。そう、たまにね、日本は通貨発行権があるよって言うと、いやいや、お金吸っての日銀やし政府関係ないやみたいなおっしゃるんですけど、子会社みたいなもんもちろんそうですよ。政府イコール日銀でございます。連結決算をしている上、これは政府の債務にもなりません。だから孫やこの代につけを回すなっていう、これは正しくないよ。ただ一つだけというか、副作用ございます。インフレがどんどん進んでいくという問題、これは当然そうですね。私たち今言いました、とにかくお金吸って回していこう、お金吸って回していこうって言ったら嫌がる人がいる。だってそのお金の価値どんどん下がるやん。数が増えれば1万円あたりの価値が下がる、これ当然です。でもこの国ずっとデフレっていう状態が続いてるんですね。25年間デフレという状況が続いています。で、デフレがずっと続いてる時にお金の量を増やしてもインフレ率っていうものはなかなか上がってこない。その話ちょっとまた別でもやりたいんですけど、とにかくインフレがどんどん進んでいくという問題、そしてもう一つ、円の価値が暴落していくという問題、皆さん頭に浮かびましたよね。でもそんなことなってますか？なってないでしょって安倍さんが言います。どういうことか。実は昨年2020年度最初の予算でもう 32.6 兆円新規国債発行されてすることが決まってたんですよ。 32.6 兆円まあまあな金額ですよね。でもね、足りないんですよね。もうちょっと国債発行せなあかんなって言って4月の 25.7 兆円上積みします。それでも足りない。なかなかね、コロナも収まらへんし、全体的に経済も弱ってるから出さなあかんな。 31.9 兆円、最終的に年末にまた20兆円上積みしました。合計112兆円、もうすでに2020年の段階で112兆円新規国債発行されてるんですよ。その状態やのに、なんかそんな新規国債発行なんかしたら財政破綻するとかっておっしゃる方たちいるんですけど、もう100兆円規模でやられてるんですね。だから今年だって もちろんできるし、日本は100兆円から200兆円規模で新規国債発行、お金吸ってみんなに配っていても大丈夫やでっていう試算も元に言っております。ちょっと飛ばします。だから私は今の状況であったらもう1回、いやもう2回でもいい、大きなショットを出して国民の生活を支えていくって言ってやめてから言うんですね、この人。もう本当に腹が立ちますよね。安倍さん、大胆にお金出せること知ってたんですよ。一度限りの10万円の給付と2枚のマスクしか配らなかった安倍さん、お金出せること知ってたんですよ。悔しいでしょ。しかもあのアベノマスク、皆さん知ってますかね。今あのニュースになってるからあれですけど、アベノマスク作るだけ作っといて保管するのに6億円以上かかってるんですね。保管する倉庫代みたいな、絶対それもなんか中抜いてるでしょ。それも腹立つし、で残ったアベノマスクどうしますかって言って、最近ニュースでブロッコリーの栽培に使えますよみたいなことを言っててね、大喜利みたいになってますよね。まあそんなところにね、500億近くのお金が使われてしまって、でも本人は、私やったら菅さんになってからですよ、私やったら今の状況やったらもう1回もう2回でも現金出してみんなの生活支えていくけどなって、やめてから言うんですよ。やめてから言うとか、その選挙の時にだけ言う政治家ってめっちゃ多いですよね。岸田総理もそうじゃないですかね。最初みんなに10万円給付するでって言ったのに、蓋開けてみたら18歳以下って言ってみたり、クーポンにしますって言ってみたり、のらりくらりのらりくらりやってます。そんなことね、言ってないで、でもどんとみんな一律にお金配ればいいんですよ。で、そのクーポンの話とかになっていくのも私嫌なんです。さっきのインボイスもそうですよ。インボイスの説明とか、インボイスあかんでって言ってる時点でもう消費税認めちゃってるんですよね。だからすごく私その説明しててもどかしい。
そもそも消費税なんかやめてしまえばいい、消費税やめたらインボイス関係ないんだからっていうことが言いたいのに、インボイスの説明にとらわれて、なんかそこで時間割かれてしまう。論点をずらそうずらそうって世の中のことっていうのは仕組まれているので、ぜひ皆さんにも共有したい。だからその給付金だってそうですよ。給付金も一律10万円、じゃあ18歳以下って出してみた、じゃあ19歳20歳の人どうすんねんとかね、子供がいない世帯どうすんねんっていう、そこで揉めさすんですね。そもそも10万円で足りるわけないでしょ。10万円でなんか救われないですよ。10万円の使い道とかね、その5万円クーポンにして地元に還元とかも話ずれさせられてるんです。私たち訴えていかないといけないのは、もっともっと国はお金を出していける、ないところにお金を流す、一律で給付してしまえばいい。でお金持ちの人、高所得者においては後から税金で徴収すればいい。とにかく早く皆さんの手元にお金を流していく、それを訴えているのが私たち令和新選組でございます。はい、政府の借金って言うけど、じゃあ何のことなん。政府の借金というものは政府が通貨を発行した記録に過ぎないということです。はい、政府が通貨を発行した記録に過ぎない、まあ要は足りないところにお金流すためにお金が、まあ赤字赤字国債とか言うけども、その数字でしかないっていう話ですね。じゃあ無限にお金すり続けること可能なんですか。そんなん無理に決まってますよ。令和新選組誤解されるんですね。あいつらなんかいい加減なこと言って、お金とにかくばらまけばいいみたいな、責任も取らずにって言われるんですけど、ちゃんと限度もあるし制約もあるし上限がある、これは当然です。じゃあ上限は何ですか。額じゃない、私たちが言ってるのはインフレ率です。でこのインフレ率の話をする前に、まあインフレ率って結局物価ですね、物価上昇。私たちが目指している物価上昇っていうのは、みんな一人一人が使えるお金が増える、みんな一人一人が使えるお金が増えることによって全体的な賃金も上がっていって、それで物価がどんどん上がっていくっていう、まあ、健全な物価上昇を目指しているわけですよ。で使うお金が増えたらなんで賃金上がるんですか。これはそうです、お金使う、私が使った1万円っていうのは誰かの給料になります。いろいろさっぴかれて、そしたら誰かの給料増えたらまた使えますよね。そうやってお金ぐる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 循環させていって、実質賃金っていうものを上げていかないといけない、そういう意味でのインフレ。でも今インフレ率、インフレちょっと起きてますよね、ガソリンが上がったりとか灯油上がったりとか、海外から輸入するものの値段が上がったりとか、でもこれのインフレの上昇とは分けて考えてほしいんですね。なんかこうインフレ率上げていくっていうことを言うと、そういうなんか今物価上がってるやんかと、これでええんかみたいなことをおっしゃる人いるんですけど、そうじゃない、私たちは賃金、労働賃金も上げていきながら物価上昇を目指していく、はい、インフレ率ですね、はい。インフレ率の上限っていうのは平成25年に政府と日銀によって決められております。政府と日銀が決めた上限、物価安定目標インフレ率 2%。 でこの 2% っていうのでピンときた人いるかもしれない、これアベノミクスと一緒です。アベノミクスも何本かの矢ありましたけども、とにかくデフレからの脱却って言ってインフレ率 2% 超えていこうぜってやった。でも失敗してるんですよ、全然物価上昇ならなかった。なんでか、お金吸ったけど回していく先がまずかった。お金持ちとか一部のその株とか持っている人、株の買い支えとかにお金回して私たちの手元には来なかったんですね。で私たちの手元に来なかった、なんでか、そのトリクルダウンって言って金持ちさんから滴り落ちるのを待てよみたいなことをおっしゃってたんだけど、まあお金持ちさんもね、どん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 受け皿大きなってしもて全然下に落ちていかない。だから私たちがまずい、私たちが言っている物価安定目標はさっきも言いましたが、一人一人にお金を回していって、みんなが使えるお金を増やしていく、これによって物価上げていこうぜという話でございます。もしそんなこと可能なんかとか、信頼できへんっていう方、ぜひね、ご自身でも調べていただきたいんですよ。この積極財政とかについて、令和が嘘を言ってるんちゃうかとか、疑いの目を持ってこう見ていってほしい、うん、でそれがまた一つのきっかけになる。で私がこういう、まあ、例えば積極財政でとか言うと、この間もね、別の仕事で、まあ、某ね、皆さんもご存知な、俳優さんにインタビューしたんですけど、名前絶対言わないですけど、そんなん自分なって本気でやってるか知らんけど、この世の中多数決やで、
令和がいくらいいこと言ったとしてもそんなん無理やで、もうやめときみたいな話をされました。ですごい悔しくて、で そんなんやって意味あるんって、そんなん令和が政権取らないできひんことばっかり言ってるやろって言ったんですけど、私すごい悔しくて、で時間の加減上その人をこう解きほぐすことなくちょっとお別れしてしまったのが悔しいんですが、私たちがこうやって街頭でできもせんことって言われていることって、その令和がなんていうのかな、要はうちの代表がよく言うんですけど、誰がゴール決めてもいいんですね。とにかく今の世の中少しでもマシにしたい、この積極財政っていう考え方って、今の与党にも言ってる人たちいるんです。当然さっき資料を見せましたよね、安倍総理も元総理も言ってたし、麻生さんも言ってる、みんな知ってるんですよ。で今の与党の中でもこういう積極財政の人いるんです。で野党にもいる。で次大事なのが、みんながこの考えを共有して広まっていけば、与党だろうが野党だろうが誰かが言い出すんですよ。だから私たちはこうやって活動をしている。もちろん令和として政権取って実現したいという夢はあるけども、もうそんなん何年かかるのって話やから、もうとりあえず来年とかもうすぐにでもやっていってほしい。だからこの国には力がある、お金出していける、この考えをみんなで共有して、知ってんねんで、お金出せんねやろ、安倍さんも言うとったでな、麻生さんも言うとったでってみんなが突っ込み出すと多分動くと思うんですよ。あの人たちは票を取らないといけないから、票を取るってことはまあ言ったらあれだけど人気商売と一緒ですよ。人気なくなったら終わりでしょ。みんなに受ける政策を打ち出す、それで票が取れる。じゃあこれが積極財政でもいいわけです。積極財政で生活が少しでもマシになったら、それは私は勝ちだと思うんですね。だから地道にね、令和に何ができるんやとか、国会議員代表で5人しかおらんやんって言われるけど、こうやって地道に政策を訴えていくことが、皆さん一人一人が、あ、日本って自国通貨あるんやん、借金ってなんか大変やって聞いてたけど関係ないんやん、お金出せるんやっていうのが広まればいいと、まずそれを目指してやっているのが令和新選組でございます。で話が長くなりましたが、その中でね、私一番やりたいことね、やっぱね、子供たちにお金回していきたいんですね。でこれ衆議院選挙、先の衆議院選挙で戦いました令和の全体の政党の令和ニューディールっていう政策でございます。もういっぱいある、いっぱいあるんですが、とにかく皆さんの所得増える、皆さんの負担が減る、良質な雇用が増える、とにかくお金で解決していこうって。で世の中お金が全てとは言わない、でもねお金ってやっぱ大事じゃないですか。皆さん今お財布の中で10万円あったらちょっとワクワクするし、あーこれで年末なんかちょっとみんなで美味しいもんでも食べれるなとか、もしかしたら中にはもう家賃も払えない、年末にかけてどっか野宿せなあかんって思ってる人もいるかもしれないし、来月の家賃どうしようって思ってる人も入れない人がいるかもしれないし、やっぱりお金の力って心の安心にもつながると思うんですね。でやっぱお金で買えないものももちろんありますが、大事ですお金って。で、まあ、そのとにかく積極財政でいろんなことやっていこう。これよかったらチラシにも書いてますので持って帰ってください。でこの中で私がやりたいこと、やっぱりね子供ですよ。誰がどう考えてもこの日本、この世の中次引っ張っていくのって若い世代なんですね。若い世代、子供たちもそう、今一生懸命、勉強してる大学生もそうだし高校生もそうだし、そこに対してケチ、ドケチ政策やってたら人育たないですよね。で私はその教育の分野にもお金を入れていきたいと思っています。教育費はただ、奨学金チャラ、教育費ただっていうのはもうそんななんか給食費なしとかそんなレベルの話じゃないですよ。小学校から大学院までもう無償、勉強したい人はする。で勉強苦手な人、学校行きたくても行けない、みんなに、ま、馴染めない、そういった人たちにもちゃんとなんかこう居場所提供できるようなことを国がちゃんとやっていかないとダメです。今民間に頼りっきりですよね。フリースクールとかなんかいろいろありますけども、そこ民間でやってるから授業料かかるんですよ。またここでお金かかってくるんですね。公立の学校馴染めない子、その人家が金持ちやったら新しいその自分が自由に過ごせるようなフリースクールという選択肢が与えられるかもしれないけど、お金ない子は我慢していじめられようが何だろうが公立の学校行っとけっていうのが今の日本です。これ変えていきたい、積極的にお金を出せば変えていけます。奨学金もチャラにしたいんです。もうこの奨学金もね、私の友達も弟たちもみんな苦しんでるんですよ。はい、でこのコロナになって
さらにこの奨学金しんどくなったと言われているんですが、とにかくこの資料だけ最後見てください。教育、はい、教育機関に対する公的財政支出、 OECD 加盟国、 OECD というのは世界の先進国ですね、経済グループ34カ国中日本も加盟しております。3年連続最下位です。もう世界にバレちゃってます。日本は若い世代を育てるとかね、教育にお金一番かけてない国やでってもうバレちゃってるんですね。はい、で奨学金もそう、これ580万人今返しております。はい、これもチャラにしていきたい。これチャラにしようと思ったら9兆円あったらチャラできるんですよ。さっき私言いましたね、この国には力がある。100兆円から200兆円新規国債発行やろうと思ったらできるんですよ。そのうちの9兆円ですよ、まあ、もちろんね、その9兆円ってもとんでもないお金ですけど、100兆の中の9兆で今苦しんでる人たち、ね、若い人たち勉強頑張ってやって、そう借金背負って毎日働いてる人たち楽になるんやったらやったった方がいいじゃないですか。私は積極財政でとにかく、教育費無償、そして奨学金チャラ、これを訴えております。はい、まあ、皆さんのね推しの政策なんかもあると思いますので、ぜひどんなんがあるんかなとか、見ていただいて、そして食の安全もありますし、まあとにかくですね、この国皆さん一人一人にお金出さなさすぎ、はい、それを訴えていって積極財政という考えを広めていって、みんなで生きててよかったなっていう国にしよう、それを訴えているのが私たち令和新選組でございます。まあ年末あれです、大阪ね、何があったかは知らないけど大阪北区の火事ありましたね。もう残念ながら24名の方お亡くなりになられました。もう本当に悲しいことですよ。本当はね、なんかそういうことで、人一人でも失ってはいけない、きっと何かあったんでしょうね。なんかでも詳しい話は分かんないけど、すごく物騒というか、なんか悲しい事件が続いている大阪でございます。なんかね、生きててよかったなって思える世界にしたんですよね。その足がかりとして、とにかくの経済では立ち止まらない、何があっても心配するなってこの国が言ってくれたらちょっと心が楽になるじゃないですか。もうこの自己責任論みたいなね、世の中変えていきたいと思っています。ぜひ令和新選組、本当うさんくさいなってよう言われるんですけど、皆さんのその目でジャッジしてほしい。ぜひチラシだけでも見てほしいし、ホームページにもたどり着いていただきたいです。はい、ということで、令和新選組目はたいなんですが、最後ちょっといろいろお母さん、最後ちょっとアナウンスをねしていただいて、はい、お母さんに最後アナウンスで締めていただきましょう。愛さん700人も、はい、本当ですか。また再び、失礼いたします。八幡おかんでございます。私たちチーム愛八幡愛勝手応援、応援団、応援連、勝手連、応援勝手連か、応援勝手連の、皆さんが活動費を捻出するためにいろいろとグッズを考えて持ってきてくださっています。今はタオルとか、あとチェキで、チェキってなんか写真機みたいのがピーッと出てくるやつなんやけど、それを一緒に撮ってもらって、いくらか、何倍だっけ、あ、500円、1枚500円でサインを書いてあったりとか、そういうのでいろいろ活動費を捻出しようと頑張って頭ひねって作ってくださっています。そして、あそこの小さい箱にはカンパ、皆さんからカンパをいただくために、もうたとえ100円でもいいんです。100円が、チラシになり、ポスターになります。どうか100円だけでもいいんですから助けてください。もうお金がねないんです。本当にお金は大事だから、山本太郎さんが言いました、この国のオーナーはあなたなんだ、ね、私たちが政治を動かすんです。賢い政治家の方々に私たち振り回されてますけれども、本当は私たちがオーナーなんですから、私たちが政治家を使わなあかんのです。だから積極男性もみんなで声を上げて、10万円と言わず毎月10万円ね、全ての国民の人たちに配ってくださいってみんなが声を上げたら叶うんですよ。なぜそれをしない、なぜ皆さん、大阪の皆さんは維新ばっかりなんですか。
維新を応援するんですか。みんなが、この国のオーナーはみんななんです。私たち市民なんですよ。だからそれを考えてみんなで声を上げてお金出してください。あるんやないですか。なんでお金持ちばっかりの人が優遇されるんですか。こんな世の中おかしいやないですか。みんなが声を上げたら動くんです。それに気づいてほしい。ちょっと熱が入ってしまいました。すいません。ちょっと変わります。はい、ということでね、おかんでございました。まあまあ、ほっぴ、すいません、もうなんかね、積極財政や国にお金吸ってとか言いながら100円でもって言ってるのがちょっと情けないんですけど、本当に、ね、後ろ盾ないんですよ、令和新選組って。なんかね、私中に入って一番思いましたよ。なんかいろんな噂とかあるじゃないですか。後ろになんかおるんちゃうかとか、実は誰かが動かしとんちゃうかとか、入ってみて分かったらほんまになんもないんですよ。本当にもう今日もね、何人かの方見に来てくださってますけど、皆さん一人一人のボランティアさんの力、そして今ね、 YouTube とか配信で見てくださっている方たち一人一人のお力添いで運営している令和新選組でございます。だからほんまのことが言える。だから託してほしいんですよね。もっともっと政治の闇を暴いてくれよみたいな、託してほしい。私ら本気ですよ。一番本気やと思いますね。本当、野党第一党何やってんねんと思うこと多いんですよね。力がある、力、人数おるし、お金もあるんやったらもっと本腰でやれよって。新しい代表にも変わりましたよね。ほんまにそれ、野党第一党政権交代目指してるかって突っ込みたくなるようなこと山盛りですよね。まあこんな言い出したらもうね、悪口みたいになってしまいますけども、ね、維新さんもそうですね。大阪維新帝国が出来上がっておりますが、なんとかそこに令和も食い込みたいと思っています。で、私維新批判をね、よくね、もっとしろってとかいろいろ支持者の方たちでも言われるんですけど、維新批判、維新を批判することは、私最大の武器っていうのは令和の政策を広めることやと思ってます。維新を批判するためには令和の政策を広めることが一番の武器だと私は思っていますので、どうかそんな温かい目で見てやってください。とにかく今維新さんがやっている身を切る改革、誰の身を切っとるねんっていう話です。私たちはそんな中途半端なことはしない。それを皆さんにジャッジいただきたい。令和新選組、私は八幡愛と申します。皆様の頭の片隅でいいのでどうか置いとってください。今日は寒い中すいません、ベラベラ喋りました。まだまだ言いたいことあったんですよ。憲法の話も今日用意してたし、まあ、でもなんか私の話が長いからこれは代表譲りやと思うんですけども、どん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 話がもうね、迷走して早口でね、本当に視聴いただいている方もありがとうございました。そして集まってくださった方もありがとうございました。またどこかでお会いしましょう。八幡愛でした。ありがとうございます。